はい、どうもこんにちは。ともきんこと、ともがいりょうたです。今日、この動画を撮影しているのは1月の13日。リスナーの皆さんの中に成人された方はいるでしょうか？僕にとって成人の日はもう5年も前の話なので、今日は普通にもうゆっくりとした休日を過ごしていました。でも、今日ね、なんと、あれを買ってきちゃったんですよ。前回ボイパ講座やろうと思った時にマイクが潰れちゃったんですけど、今回、なんと、新しいマイクを買っちゃいました。こちらです。こちらの色違いの黄色のマイクを買いました。そしてなんと、今回はストラップ付きです。進撃の巨人ストラップ。こちら、見えますかね？こちらのストラップも、なんと付いております。ただ、このマイク、ここにキーホルダーみたいなのが付いていたら、ちょっとね、ビートボックスしづらいんですよ。なので、今回からは、外させていただきます。で、この状態で、ね、演奏の方を進めていきたいと思います。ちなみに、こちらのマイクなんですけど、こちらのマイクは1個40円します。で、なかなか手が出にくいマイクだと思いますが、ぜひお小遣いを貯めて買ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日の講座に行くんですけど、今回はハブエからの花火の音の出し方、ハブエの出し方と花火の音の出し方両方とも解説していきたいと思います。まず、ハブエの出し方なんですけど、口の形はこんな形になります。で、この形でどうするのかと言いますと、前歯の隙間に息を吹きかけます。ちなみにこの時に前歯の隙間の広さとか狭さとかはあんまり関係ありません。で、その前歯の隙間に向かって息を吹きかけると、っていうような音が出ます。で、この音が出た時がポイントです。この音が鳴った時に発音をイで息を吹きかけてください。そうすると、という音に一気に変わります。これがハブエになります。それで注意点としては、息をこう大量に吹きかけないっていうところです。まあ思いっきり息を出さないっていうことですね。そうすると、となってしまって、なかなかこう音が出てこないんですよ。なのでこう息適量で出すようにしてください。ではハブエの音が完成したところで、今度は花火の音の出し方に行きたいと思います。ちなみにこの花火の音の出し方はですね、ハブエができたらもう8割完成していると思ってもらって大丈夫でしょう。では、花火の音の出し方なんですけど、これはさっきのハブエの音を使って、落ちる感じの音をイメージしてやってください。そうすると、みたいな感じの音になるかと思います。じゃあ次、今度は花火が爆発するところの音をやってみましょう。で、これはですね、リップロールを使います。リップロールってこんな感じになりますよね。で、これをもうちょっと強く出します。こんな感じになりますよね。これが爆発音になります。でもまだちょっとこっから応用しないといけないんですけど、っていう風に出します。この、なんかブーっていう風な発音ですね。これで、リップロールの強めの音を出してください。これで、さっきのハブエの音と爆発音を組み合わせてやってみると、こんな感じになります。という感じになります。はい、皆さんどうですか？花火の音できましたか？この花火の音はですね、おそらく人によっては、これ花火の音に似てないんじゃないかっていう人もいるかと思います。でも、これね、本当に基本的な音の出し方っていうので捉えていただいたらいいかと思います。で、花火の音もっともっと似せていきたいって思ったら、この講座でやっていたやり方を習得した上で、さらに実際の花火の音を聞いてみて、で、自分なりに工夫してやってみたら、いい感じになるかと思います。ということで、まあ、この基本的な花火の音の出し方っていうのを、まずは、捉えていただけたらなというふうに思いました。はい。今日のボイパ講座はいかがでしたでしょうか？こんな感じで皆様からのリクエストに応えています。Facebook、YouTube、Twitter、どちらでも構いません。メッセージ、コメントをお待ちしております。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録をして、動画の最新情報をゲットしよう。それでは、See you next time. また次回もお楽しみに。